はーい、対戦相手の方が見つかりました。なんかめちゃくちゃ勝てるな、リザードに変えてから。順位も10万位から3000位ぐらいまで上がってきましたね。どうしようかな。サシアンがぶっ刺さりな気がする。ヘラクロスとかいたんだ、ガラルに。そのレベルなんだけど。ラプラスザシアン、今回はちょっとリザードを留守番させてもいいな。パンギラスもいることですし、まあ、これでいいか。いはーい、対戦よろしくお願いします。ブリザポスってメタモンがかなりいいんだけど、あんまコピって買った記憶がないのがなんでだろう。ラプラス対決か。これなんかな、いつもダイマックス渋ってやれること多い気がするから、ここは第3だ。巨大戦術はそれなりに温存しながらも、サンダーを先に打つことによってラプラスへの削りも入れる的な感じですね。素晴らしさ、勝ってるか相手がダイマックスしてないか。まあ相手はね、ラプラスじゃなくてブリザポス、違うな、バドレックスだ。俺ずっとブリザポスって言ってた。わかんない、バドレックス。ダイマックスさせたいかもしれないから、ちょっと悩むとこですよね。あ、ダイマしてくるか。ってことは普通にあの馬は壁からの起点、壁で起点を作ってそこから積んでくるみたいなパターンなんでしょうかね。最近なラプラスはちょっとリザードにお株を奪われがちだったけど、今回はな、どうなる。しっかり活躍してよ。第3打通る。でもこれな、ダイマックスしてくる場合に相手のパワー上げちゃうからな、ウェイカー通るの美味しくないんですよね。弱点保険とか、そうしたら大変なことになっちゃうんじゃないか。弱砲ではない。第3、これさ、下から通る方が不利だからな。弱いな、でも相手耐久振ってんのか。その分スワーサー勝ってると信じよう。第3打お互い戦慄を押さないなんてことないよね。でも相手は押すならこのターンしかないと思うんですよね。こっから第3打2連があるわけだから、そうだよね、相手は押すならここしかない。だからこっちの方がターンは長く持たせられるはず。ただこれ同速だった場合、上から第3打で殺される可能性があるからな。まあそこはもう仕方ないわ。最初のターン先に動いたんだから、翼勝ってると考えよう。第3打相手はここしか戦慄を押すタイミングがないはずだよね。うん、だけどこれ良くないとこがあって、相手に大ウォールされた場合に戦慄が張れないんだよな。でもボールしてくるんだったら多分今のターンやってると思うんだよね。だから多分ないと思うんだけどな、戦慄で。 OK、まあお互いほぼ同じですね。だけどこっち側は一応壁を張った状態で第3打を受けることになるから、少しダメージを抑えられたのか。向こうは壁なしで下ってますからね。まあただ最初のターンエレキフィールド乗っかって殴られたから、まあ多分こっちの方が少しだけ得してるけど、ぶっちゃけあんま変わらんな。雷かな。こっからなんか雷外す逆転かや、マジでやめようぜラプラス。しかしラプラスな、マジ出世したよなこのポケモン。南国にいた時なんかお前見た、お前の顔見たことなかったぞ。いや僕は結構ラプラス好きなんですけどね。でもな、みんながラプラス好きじゃないからな、全然使われてなかった気がする。スイ君とかさ、カプリヒエの影にちょっと隠れてましたよね。今もうスイクインなんかより全然多いんじゃないか。とかリヒレより下手したら多いか。まあ過去はな、バシャーモとかなんか格闘タイプが草暴いてたからな。えらい当てる。フィールド持ってるし飛ばして、でもこれ飛ばしても微妙かもしれん。あ、飛ばしちゃったか。まあいいや。バドリックス来た。
で、ここは歌方のアリアは押しちゃいけない身代わりが巻き筋なのでフリーズドライですね。身代わりを壊す動きをしなきゃいけないから、アストラルビット耐えそうじゃない？無理無理か、まあ、しゃあない。こいつ多分助けだとまずいんだよな。弾だったら全然問題ないんだけど、弾が OK であれば、メタモンでパクってバンギとブラッキーにはきついけど、ただバンギとブラッキーにはザシアンが強いのでそこで勝っていけるという判断。ほい、相手のポケモン2匹コピーしてるのメタモンずるくないか、よく考えたら。こいつだって一応2匹のポケモンだから特性が2つってことなんでしょ。こいつやばいな、そう考えると。やっぱ今のバドレックスってみんな身代わり持ってるのかね。バドレックスのなんか1個の技は身代わり安定みたいなことを誰かが言った気がする。引いてきたってことはバンギかブラッキーがいるのか。あー、バンギだね。これザシアン受け出しできるだろうから、ザシアンでいいよな。最悪だってバンギコピーっても美味しいもんね、こっち側は。だよな、いやそれでいいはず。はい、でなんだ、引いてきた。まあ雑誌な読みでしょうね。うわ、これ悩ましいな。壁がまだあるから、壁がまだあるよね。だからやるならこのターンに引くしかないかだな。そうだね、やるならここで生きるしかない。壁があるから耐えることを信じて。はい、身代わりもありえるかもしれないけど、でもここで身代わり相手もリスキーか。アストラルビット抜群もらっちゃうけども、あ、ちげえ、こいつゴーストエスパーじゃん。やべえ、バカした。なぜかゴーストタンだと感じ、いや、おい、これやっちったクソにわかかよ、おい。なあ、でもこれ意外といけると思ってて、相手の HP を消耗させたから、まあいけるんじゃないかな。今のプレイングはクソでしたが、これでもまだ悪くない気がする。砂ダメージ、玉ダメージ、ここ絶対出したんだったら一発耐えられるから僕の引いた理由はクソでしたが、結果的に引いたのは多分間違いじゃない。あのままザシアンが殴ってもバドリックス倒せないから、これはさすがに耐えると思うんで、壁話だよね。オッケーオッケー。これだったらでもあれじゃね、別に普通にザシアン2回殴ってたじゃん、普通によく考えたらいや、俺のなんかクソみてえなプリングをザシアンがカバーしてくれたな。まあ、勝ちですねいや、わかんねえ、なんかあれがあるかも。イヴァンがあるかもしれん。こらえるイヴァンありえますね。なんもなかった。対戦ありがとうございました。いや、マジでクソだったな今の。このバトリックスのタイプ知らないやつ、クソにわかじゃん。対戦ありがとうございました。はーい、対戦相手の方が見つかりました。おっと、またか、ゴーストエスパーのバドレックス。あれ、バドレックスのタイプ知らない実況者俺だけだぞ。いや、知ってるんだけどね。なんかさ、ブリザポスじゃなくて白い方のバドレックスもなんだけど、どうしてもエスパータイプ忘れちゃうんだよな。なんとかしてくんねえか誰か。
これリザードがかなりあり、リザシアンメタモン、これで勝てる。はい、はーい、対戦よろしくお願いします。リザシアンって響きなんかすげえいいな。ラプラスザシアンってなんか言い方わかんなかったけど、リザシアンはすごい自然な感じだ。バドレックスから来た。うわー、これさ、ダイマックスしないと厳しいやつでは。でも相手のチームに対してリザードンぶっ刺さり、やり合うしかない。ダイジェットからの巨大極限で最悪相打ち取りに行くか。こいつはゴーストエスパータイプだから、リザードンの技は全部等倍か、全部等倍っていうか、まあ、ダイジェットもダイバーンも等倍だから、相手からしたら有利とも不利とも言えないタイミングですよね。タイプ1でも等倍でいい、あの殴る側でも受ける側でもタイプ1技だけで見たら等倍なんで。でもさすがに金電とダイマックス切り合ったらリザードン勝てないか。でも巨大極限でマジでいい勝負すると思うんだよな。しかもこれ一発目でかなり削ってきてれば猛火も発動するわけですしね。バドレックス、どっちがこのゲームの主人公か決めようじゃん。負けないぜ。でリザードンでダイジェットダイバーン、ダイバーンじゃないね、巨大極限で最悪相打ち取りたい。ギリギリ、ただギリギリ倒さないのはそれはそれでありで、メタモンでパクって無双できるし、タスキ持ちもまあ巨大極限で貫通できますしね。ここでなんかワンパンとかされたら悪いけど、さすがに等倍でワンパンはないだろ。大ホロ、はい、猛火発動圏内まで削られろ。お、これ猛火発動ぐらいまでいってませんか。弾ダメージも考えれば硬いけど、これえ、これ猛火発動してますよね。3分の1だよな。マカバダシの言うだろ。これで猛火巨大極限でぶっ飛ばせるでしょ。受かるやついないだろ。いや、海竜に引いてきて神速で殺されるパターンが最悪か。でもそしたらザシアンでいけそうっちゃいけそう。大ウォール、ああ、まあ相手も巨大極限は警戒していますね。バドレックス残してくるつもりなのかもしれないな。海竜がいる場合ここ引けるっちゃ引けますしね。じゃあ海竜以外に引くのは結構厳しいんじゃないかな。エースバーンに引いてきた場合はちょっと悩ましいっすね。あの不意打ち読みで鬼火を押すかどうか。不意打ちをしてこなかった時鬼火が完全に無効なんで、炎タイプに押すことになるから。でもあれか、不意打ちってそもそもあれか、無効になった場合ってタイプ変わんないんだっけ。お、極限通る、オッケー。ここでこの馬を潰したのはでかい。リザードン、お前金手にも勝てるんだな。でもこういうなんか火力はあるけど耐久はそんなにみたいなポケモンに対して確かにリザード結構いいかもね。単純なパワーでは足んなくても、まあ今はあんま必要なかったけど、巨大極限のあの定数ダメージで削り切るとかもあるし、まあ猛火が発動して今みたいにパワーアップとかもあるから、だからちょうどいい感じな気がする。リザードンのこの素早さと耐久のバランスが。なんで俺こんなリザードンのこと褒めてばっかりいるんだ。俺別にリザードンのことそんな好きじゃねえんだけどな。早く船から降ろしたいとすら思っている。ジバコイル、マジか。ここでジバコイル、お前オーバーヒートかわされるなよ、外すなよ。まあこれ今回のダイマックスだけで暴れるつもりだから、ミミポンは両方とも命中不安なんですよね。ソーラービームはためがあるし普通に技使うことあんま考えてない。お、当てる、偉いな。頑丈だけど極限で貫通できるんで、イバに苦しめられるとかもないですね。ボルトチェンジ出たら、ああ、それがあったか。この場合って次のターンイバン使えるんですかね。でもなんか使える気がするな。でも仮に使ったとこでこっちのポケモンワンパンできないっしょ、多分。まあ、うめえ、はい。
復縁が偉すぎるな。でザシアンでしょ。で巨大じゃないね、巨獣山でマム倒して勝ちだよな。最後スカーフメタも残ってるんだし。ほぼほぼ負けはないような気がするけど、対戦ありがとうございました。